国軸の会は、旧民進党のグループ、通称、旧長島グループ、党内少数派の右派グループであり、10名ほど所属していた。2014年2月、長島昭久が会長となり、民主党内保守系のグループとして発足した。国軸の会の名称は、長島らが2013年夏に、奈良県吉野町で合宿した際、金方山寺の参号にも用いられる。 国軸が、熊野、吉野、平城系を結ぶラインを表し、神武天皇即位、人心の乱、兼務の中高の舞台となってきたことを教わり、国の軸を定めるとの思いを込めて命名した。国内政策に対する意見は、自民党と異なるが安全保障分野に関しては、日米同盟を基軸とした自衛隊の強化で一致していた。 長島秋久は自らに近い議員らと2010年8月に吉野山に合宿して桜本坊、吉水神社を訪問するなどしてきたが2014年2月にこれを国軸の会として長島グループ化した7月22日から26日にかけて国軸の会のメンバーでアメリカ合衆国を訪問し国務省でダニエル・ラッセル国務次官補ジェームス・ズムワルト次官補代理 マーグナッパー、日本部長らと会談を行った。12月の第47回衆議院議員総選挙後に行われた2015年1月の代表選では、野党再編派の立場から、国軸の会として、細野武氏を支持したが、細野は岡田克也に敗れた。8月24日には、長島、細野、まぶち住の3グループで合同勉強会を開き、 安全保障関連法案の対案提出を目指す動きを見せた。会長の長島昭久。後に助席。2016年3月の民進党決闘後、4月の衆院京都3区補選に泉健太が立候補して衆議院議員を自動失職したのに伴い、メンバーである北上が繰り上げ当選した。9月の代表選では、 長島の擁立を目指した者の推薦人を確保できず、断念し、国軸の会として、前原政治の指示に回ったが、前原は連邦に敗れた。9月20日から22日にかけて、研修会のために台湾を訪問し、蔡英文総統、李東輝元総統、蘇吉美前立法院長らと会談を行った。2017年4月、会長の長島が、 民進党からの離党を表明して除籍された。長島は離党会見で国軸の会のメンバーで長島に同調して離党する議員はいないとした上で、当該の人間になる異常国軸の会の今後については、党内のメンバーに任せるが、超党派の勉強会などで連携していきたいとした。長島は、その後自らを会長とする超党派の勉強会、外交、 安全保障戦略を考える会を発足させた。9月の代表選では、8月16日に、自由警会との合同会議を開き、国軸の会として、前原を支持する方針を確認した。9月に、小池由里子東京都知事が希望の党を結成すると、長島は決闘メンバーとなった。10月の第48回衆議院議員総選挙では、 9月28日の民進党両院議員総会で希望の党への合流方針が了承されたことを受けてメンバーも希望の党から出馬することとなったが事務局長を務めた和しは公示日の10月10日に離党届を提出して無所属で出馬当選し11月2日に離党届が受理された一方民進党合流後のメンバーである青柳は10月8日に 旧立憲民主党への参加を表明し、選挙区で初当選している。2018年5月には希望の党が回答し、無所属となった長島は7月に臨時国会に向けて保守系新会派への参加を無所属議員らに呼びかけた。しかし、和塩は自身のブログで自身と長島とでは無所属となった権威が全く異なるとし、長島からの新会派や、 新党結成への呼びかけには応じない意向を示した。その後は潮は2019年3月に、長島は6月に自由民主党に入党した。ありがとうございます。